赤星せよ赤星マシマシ TV よろしくお願いします。はい、さあ今回ラーメンいつきというお店でございます。豊島区池袋ということなんですけども、最寄り駅としてはですね、有楽町線、副都心線の金目町駅ということで、金目町で、もともとはですね、もともとは池袋からも歩けるよという距離なんですけども、もともとは蒲田エリアにあった有名店でして、2016年にちょっとこちらの金目町に来たというお店でございます、ね、初見見ていこう、見てください。多いよこれね。まずお醤油だけでも8種類あるんですよ。醤油だけ、醤油だけのやつでも、でかける、まあ下の方に味噌とか豆乳とかもいろいろあって、バリエーション豊か、40種類以上あるよというお店でして、最近のスマブラみたいですね確かにいろんなキャラが出てくるという意味では、バリエーションすごく豊かなんですが、まあ、豆乳ヌードルなんかもあったりしてね、私は今回何を選んだんでしょうか、こちらです。そう、一番の定番五代目醤油というのを選んでおります。五代目、五代目醤油、これがね定番なんですけども、まずこちらですね、ラーメンつけ麺はグラム数が選べるよという点と、それからオリジナルトッピングが6個あって、これも無料で1つだけ選べるよ、で、今回選んだバター醤油なんですけども、まあマーガリンという説明もありましたが、美味しくこってりいただけるのが最後に対応した。いやー美味しそうですね。お醤油に定評があるということで、まずスープからいきますね。公式的なアナウンスでですね、この五代目醤油は旨味と塩加減のバランスがいい濃い口醤油で、もううっと、声が出ちゃう子さん、あ、濃いです、素晴らしく濃いです、はい、まあ、そして豚なんですけれども、赤身が、まあ、ちょっと多め、で、あるもののほろっと崩れるという、いい豚さん、まあ、これをね、ちょっと口に含んだ後に、スープを流し込むこと、なんでしょう、浸透していく感じ、いやーうまい、さらにそこにね、いやーこれバター豚、作っちゃいますよこんなものは、もうもうこれバターのね甘さ、後からこう醤油の濃さに混ざって、これ美味しくないわけがないという商品でございます。明日を犠牲にしてでもいいまあね、その瞬間が美味しければ良いという考え方でいっちゃいますこれはもう油もね加わって、さらに旨味に拍車がかかる。でこれね、野菜をちょっとスープにこう入れるだけでですね、すごい劇的に変化するんですよ、この食器野菜。そんなに濃いですね。濃いですよこれは、でね、この野菜にね、もう隅々まで浸透させてんで、もう早めに手違いしちゃいますもん、いつもと意識がもう変わってくるぐらいの、噛み心地がいいですね。平打ち、ポキポキとした食感が打ち立てきね、麺がですね、なんか平均よりもちょっと長いんですよ、歌舞伎二郎の短さの 2.5 倍あるかもしれません。あ、短いの、歌舞伎二郎めっちゃ短いから。ああ、そう、本当に一口でお野菜ぐらい、もやしぐらいかな、短い、めっちゃ短いから、うん、おーんとか言ってますけどね。それはなんだ、ニンニクを上からですねぶっかけても、なんとまだ、いや、ちょっと待って、うおーんを醤油に入れる、うおーは麺揚げ、麺揚げのあのイメージ音です。いや、マジでわからんかったちょっとどんどんね、あの塩が出てきますけども、あのニンニクがね負けてしまってるんですよ、本当に、ね、そんなにスープが強くて、で、来ました、ひたひた野菜、濃い濃いということでね、花札みたいな言い方ですけども、野菜からね溢れ出る塩加減、なんかじわー来ますよね。卓上返し、さらに行きます。濃いんでしょ。濃いんです。サンリュータ特別会社のしょっぱレベル判定していきましょう。驚異の5レベルマックス、おめでとうございますね、レベル5です。醤油も全然怖いっけよいや、微妙なね、差異を感じるようになってきたんで、もちろんね、濃いだけじゃなく旨味もあるよというスープになっていきますが、濃いのがね、苦手な方はなんと五代目醤油 X というのもありますんで、こちらちょっと甘みが特徴的ということで、やっちゃってもいいんじゃないでしょうかね。そんな濃いラーメンにやっぱり胡椒は濃いですね。あ、濃いとパンチはまた違うからね、パンチを出していったね。まあ、マシマシをね、ちょっと控えましたけども、そしてファイナルスープ、これはね、やっぱやっちゃいますよね、なかなか出会えないこのタイプのスープ、ついついですね、こう言ってますよね、よく見てくださいね、濃厚を上げてね、もう目閉じちゃってもううめーってなっちゃってるから、これ無心じゃん、無心です、うめーじゃん、あ
あ、ここでうめえと戻ってきたんですね、現世に。いや、すごい、濃いんでしょ。いや、めっちゃ濃い。カリンカリンカリン、これ濃い上にうまい。よく水飲まなかったな。あ、水はちょっとやっぱりね、あのお口の中薄まっちゃうんで、そういうのはちょっと、ただ、マシルとしては 86.8 なんですけども、うん、美味しさレベルで言ったらですね、これを数値化したいぐらい、美味しさレベル、いや、美味しさレベルはもちろん全店舗100なんですけども、特別に数字をつけたいぐらい僕は好きでした。この濃さで、まあ、一応池袋からね歩いていけるんで立地もいいということで。なるほどね。いやー、なんでこちらこんなに行きやすい店舗に行ってなかったんだろうというのがちょっと後悔です。いつくさんゴーチうっす。Thank you.